まず勝てたことがすごく嬉しいですし、ゴールとアシストという、個人の結果もついてきたのですごく嬉しい勝利になりました。風も強くてなかなか自分たちのサッカーができる時間が少なかったんですが、みんなでしっかり走っていいサッカーできたと思うんで、また徐々に3トップも、やる機会もあると思うんで、より良くしたいなと思います。そういう機会が多いですし、自分自身もそういうところがレベルアップできていると思うので、さらに強くなってチームを勝たせるようにしたいなと思います。